皆さんこんにちは。ということで半年間プログラミングをチャレンジしたものが終わったということで、一番最後の総括の取材をしていただきたいなと思っております。 CR25 の宮内さんです。お願いします。宮内と申します。半年間寺田さんに密着させていただいたので、今日はご一緒できればと思いやってきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀江さん、寺田さんがテックキャンプを終えられたということで、うん、今日は堀江さんに最終課題発表会を寺田さんからプレゼンさせていただくという企画になってます。すでに言いたいことがたまってそう。ちなみに堀江さんの一声で決まってるんですよね、この内容が。そうです、アドバイスいただいて大喜利アプリを作りました。堀江さんはどんな意図で大喜利アプリっておっしゃった？違う、なんか寺田さんお笑いとかが好きなの、どんなのがいいですかねみたいな感じだったから、大喜利いいじゃんとか、大喜利みたいな。そんな反応だったんですか寺田さん。初めはね、何言っちゃってんのこの人みたいな感じのこと言うから、俺ちゃんと考えて言ったのにみたいな。ちょっとなんかね、かっこいいものを作りたいみたいなのが、はい、初めはちょっと欲が出てしまったんですけど、よくよく考えると大喜利めっちゃいいじゃんと思って、結局大喜利アプリ作りました。これですね、テックキャンプの一番最後の課題としてプレゼンテーションっていうところまでがカリキュラムとして組み込まれてるんですよ。なのでそこで使ったスライドを基本的には使って今日はプレゼンしたいなと思います。最終課題発表、夜間99期でございました。夜間の99期生寺田ゆき、最終課題発表やりたいと思います。私が作ったのはこちら、オリジナル大喜利アプリよみがえるでございます。写真フォルダの小石を楽しく供養ということで、こういうアプリを作りました。どんなアプリかざっと説明しますと、まあ簡単な写真投稿アプリですなんですけど、おしゃれな写真を撮らなければ SNS に載せられないみたいな流れがあるなと思って、でも自分が好きで撮ったものとか、あとはたまたま撮っててなんかフォルダに残っているものとか、日の目を浴びてない写真たちに日の目を浴びさせてあげることができないかなって思いました。なのでかっこいい写真しかアップできない現代社会の問題定義みたいな感じでアプリを作っています。まあ普通に写真を投稿するんですけど、投稿するハードルが下がるように、投稿する側がお題出題側になってます。それで写真投稿するハードルを下げようって思ってます。はい、ということで作ったアプリがこちらです。大喜利アプリよみがえるでございます。写真撮らないで。まず機能としてはユーザー登録をしていただくところから始まります。まあこれで入力できるんですけど、これちゃんと空欄があると跳ね返ってくるように機能がついております。正しく入力ができると、はい、でここにニックネームが出るようになってます。新規登録するとお題を投稿に行けまして、で投稿画面が出てきます。ここに写真を入れまして、投稿する側がお題を入力するようになってるので、なんか例えばこれチキンライスなんですけど、これはどんなチキンライスみたいな、まあ、お題っぽいことを入れてもらいます。そしてこれカテゴリーを選択できるようになっているので、カテゴリーを選んでもらって投稿してもらうとすると、投稿したものが見れるようになっています、うん、大喜利アプリなんでここからが大喜利なんですけど、うん、これで詳細ページに飛びます、うん、するとここにお題が出ていて、うん、ここにまあ私がまあまあこういうのを入れるとですね、ちょっとそこはさ、なんかボケてくださいよちゃんと。そこは考えてボケてくださいよ、それはね。そうなるの？そこにハードルがあるの？アプリ以外のハードルが？そりゃそうですよ。嘘でしょ？あ、そういう感じなのか。だって全然面白くないじゃんね、これじゃ。いいじゃん。いいの？全然面白くないな。いいじゃん。でこういう感じでですね、ボケをここに投稿することができて、それぞれ個別にコメントが消せるようにデリートボタンも、はい、作ってます。でこの投稿自体ももちろん削除することができて、これ今堀江で入っていて、だからこの削除ボタンが出るんですけど、自分のボケを削除できるんですね、うん、自分のボケを削除することができます。でこれ例えば私がユーザー登録を寺田で登録して
寺田としてこの堀江の投稿を見に行くとこの削除ボタンと編集ボタンは出てこないです、うん、でこの削除ボタンも出てこないようになっていて、うん、自分のコメントができるようになっていると、うん、でここの画像タブを押すとちゃんとトップページに遷移するようにもなっております。つけた機能はこんな感じです。ボケるところコメント投稿機能にアクションケーブルっていうものを使ってます。これはレールズが用意したフレームワークなんですけど、チャット式の機能で、まあ、ボケが瞬時に投稿された方がいいな、同時にいろんな人のリアルタイムに見れた方がいいなと思ってあえてこの形式を使いました。なんですけどちょっと CSS との相関性が一番最後までうまくいけなくて、今ちょっとリロードをしないと CSS が反映されないっていうちょっと未完成な状態なんですけど、まあ、アクションケーブルっていうのを使ってチャット形式を実装してます。であとはプルダウンでカテゴリー選択ができるようにアクティブハッシュっていうのを使って実装しました。あとコメント機能にもしっかり削除機能をつけています。これ意外にめんどくさくて、写真投稿機能にコメントっていうのをネストしてて、それを同時に消さなきゃいけないので、ちょっとそれを HTML 書くのとかが変数渡したりがうまくいかなくて、結構これに時間かかったんですけどやりました。で画像がリンクタブになるようになってますね。であと Google フォントとかを用いて CSS も見た目可愛くできるように工夫しました。実は開発中でまだまだ完成していないものがあって、カテゴリー検索機能ですね。本当はここプルダウンでカテゴリーが出てくるようになって、それを押すとそのカテゴリーのものだけが表示されるようにしたかったんですけど、うまくできなくて、いろんなやり方試したんですよね。 HTML でセレクトっていうのを出してみようかとか全部やったんですけど、どれも最後まで自力でうまくいくことができなくて、ちょっとここには反映できてません、うん、であといいね機能もつけようとしてるんですけど、データベース設計に欠陥があるのか、うまくインスタンスを呼び出せてなくて、これもちょっと今開発途中です。はい、ということで、まあ、一応まとめます。プログラミングは難しいと決めつけていたなっていうのはあります。大事なのは完璧な記憶と書き方ではなく、どうやったらこれが動くかなっていう想像力だなって思いました。で、答えは覚えるものではなく導くもの、覚えてそれを出力するという勉強法だけではプログラミングは習得できないなっていうことを実感しました。で、それに伴って自分の思考の変化もちょっとずつ実感できたので、それはすごくいいことだったかなと思ってます。現代のプログラミングはクックドゥを使って料理するようなものだということで、さっきから出てるアクションケーブルとかアクティブハッシュとか、そういうものが、まあ、いわばクックドゥですね、用意されているから意外に簡単に書けるように仕組みは整っていると。なので皆さんもハードルを高く考えすぎずに一度触ってみると意外にプログラミングってできるのかなと思いました。以上です。お疲れ様です。どうでしたか、堀江さん最後の発表を聞いて。寺田さん、まあ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 、いやなんかこの間のなんか俺インタビューの記事見たんだよ、密着中の。そう、それ見てあったから大体想像できたというクックドゥの話そこでしたやつを読んでくださってるから、そう、うん、シンプルなアプリ大喜利アプリどうですか。ね、できましたね、まあシンプルな大喜利アプリですけど、これでも頑張りましたよ。堀江さんだったらなんかこういう風にしてたみたいなアプリのなんかあります？改善ポイントとか、うん、で 俺はだからスマホとかタブレットとかにちゃんと対応した CSS 書いて、うん、っていうところは最低限やりたいって思うかな、うん、だってそんな難しいアプリじゃないからさ、うんうん、プログラミングってコア部分のことってそんな難しくないのよ。コア部分、コアな、うん、そのだから投稿して、あ、機能ってことですか。そう、機能の部分はパパパって作った後、もう見た目のカスタマイズとかバグ取りとか、うん、そっちばっかりやるので、ね、うん、最初のコーディングの時間って本当にものの数十分とかなんかそれぐらいでバーって実装して、うん、これぐらいだったら、ね、それはすごく納得するんですけど、私はまだまだ時間がかかるんで、うん、見た目部分に行けなかったって感じですかね、うんうん。まあ、堀江さん最初こう推薦していただいたじゃないですか、寺田さんのこと、うんうん、今後寺田さんこういうスキルを身につけてどういうことが強くなってくると思いますか。
プログラミングというよりは問題解決能力というか、課題が出てきてその課題を自分で解決するにはどうしたらいいのかみたいな、うん、っていうのが大事だっていうことに気づいたってことがいいことなんじゃないですか、うんうん、つまり逆に言うと準備をしてないこととか今までやったことがないことが出てきた時ってあわあわしちゃう、はいはいはい、慌ててしまうけども、これとこれとこれ自分が持ってるこの道具でなんとか成果物を作れるんじゃないかとか、うん、はいはいはい、そういうふうに思うことが大事なんだっていうのを分かったことが大事なんじゃないですか、うん、だから仕事というか生き方につながるよねっていう、うん、はいはい、暗記偏重の教育をしてきたわけじゃないみんな、寺田さんがノートに書いてさ必死に暗記しようとしてた時期があったでしょ、はいはい、あれがやっぱり日本の教育の弊害というか、何でも検索すれば出てくるじゃんっていう時代じゃない時代の、うん、なんか辞書引いて図書館行ってみたいな時代は暗記がすごく大事だったんだけど、うん、はい、今は別にそんなことは一瞬でスマホでできるわけだから、うん、そんなところに労力使わなくてもあるツールを使っていかに問題解決をしていくかっていうところの訓練が大事で、はいはい、ということが大事なんだなってことに気づくってことがまず大事で、うん、長年それをずっとやってこなかったわけでしょ、それが大事だってことが分かってないから未だに必死になんか覚えようとするんだけど、そう、覚えても意味ないよねみたいな、そのノート問題なんですけど、今になってですよ、あのね、いらんかったデータベース設計とかが分かりにくくなるときにパッてメモするとかは必要だと思います。だけどそうじゃない記憶しようとするためのノート、板書みたいなものを私は取ってしまってて、今になって堀江さんの言ってた意味がまさに理解できたというか、もう書いてみてやってみる、調べたら出てくるじゃん、もうまさにそうだし、あるツールを使って具体的に思いついたアイディアを実装するっていうところの方が大事で、何かが起きた時にどういうふうに僕たちは対応すべきなのかってことが少なくとも個人レベルでは最適化できるので、社会全体を動かそうと思うとなかなか難しいんですけど、例えばじゃあ新型コロナウイルスに対する対応みたいなものに関して言うと、自分が一番得をして快適に生活するにはどうしたらいいのかっていうのは自分で考えて行動しないといけないわけだけど、それはだから暗記だけに頼ってると対応できないよね。だってさ、僕たちが暗記してる知識の中にウイルスの知識なんかないからね、それも調べなきゃいけないし、それを調べた上で組み合わせて何をすべきか、どう生きるべきかみたいなことを常に自分の頭で考えていくしかないんですよ、これからって。与えられて覚えるだけじゃなくて、やっぱり自分でこう調べないと結局正解というか解決策にはたどり着かないってことですよね、多分。調べるし、自分で整理するし、答えを出しに行く。この人は 2+3 で5を出してたけど 1+4 で5を出してもいいわけで、そうそう、世の中も正解はいくつもあるんですよ。例えば寺田さんの場合の生き方で言うと、多分20歳ぐらいの頃は大きなプロダクションにいて、なんかテレビに出てみたいな感じのことを多分それしかないと思ってるわけです。だけど全然なんか別の世界でそれなりに成功して、実は私歌手もできるし芝居もできるんですって言った方が実は価値が高かったりとか、現代大事な考え方だと思うんですけど、なかなかそこって切り離せなかったりするじゃないですか、うんうん、先人たちが言ってるレールは見えてしまうからこそ、うんうん、これそうですね、歩いてったらなんかたどり着けるんじゃないかっていう気がしちゃうし、まあそうそう、僕はだから本当中学校の頃からプログラミングやっててよかったなと思うことですよね。あ、だからそういう思考回路が身についたってことなんですか、堀江さんのプログラミングで。堀江さんが寺田さんに勧めたのも、うん、実はそういう考え方を身につけるのはおすすめだよって意味もあったんですか。いや、あれ今そういう流れかと、うん、どちらかというと価値が上がるからみたいな、まあ、そう、うん、何にせよ価値は上がるよねみたいな、うん、バージョンアップするよねみたいな。すごいみんなスキルスキルスキルみたいなこと言うんだけど、うんうん、それよりも大事なことがあるよねって、もっとこう人生の中でステージが1個上がりますよっていう、そういう仕組みによって僕たちは動いてるんで、それを知れたこと、はい、でそれの中身をある程度理解できることは、これからの時代を生きていく上では非常にレベルアップしますよね。それを知ってる人間と知らない人間ではガンダムのニュータイプみたいな、確かにお前もニュータイプになったなついにやってきたなみたいな、俺たちの世界に来たなみたいな。寺田さんが全然まずガンダムが分かんなかったそっちが分かんなかったですけど、ニュータイプってことでいいですか。ニュータイプに足を踏み入れた、ニュータイプ認定今後の活動でこうやって生かしていきたいなとか、こういうふうに展開していきたいなみたいなのってあったりします。まあ、プログラミングに関しては本当に、まあ、私がやったこの機能なんてできる人とかだったら数十分1時間とかの話
だと思うんですよ。それでもまだまだ私は詰まることも多いから、なんかちょっとやってみてやっぱ悔しいっていう思いもあったりとかして、書くということとかも、まあ、もうちょっと続けて勉強していきたいなとは。あ、それすごいですね。思ってます。なんかね、テックキャンプが卒業してから1年間カリキュラムが見れるようになったんですよ。だからもう一周しようかなってちょっと今思ってます。で、今実際完了してない機能がまだあるので、蘇るにもまだあるんですよね。でもそれが大事というよりは、うん、テックキャンプで習ってない機能を調べて実装してみるっていうことをまずは経験してみようかなっていう、うん、なるほど。蘇るが人気サイトになる。確かにありえますよね。全然全然ありえます、うん。だからもうちょっとプログラミング勉強したいなも意外に思ってます。楽しかったです。わ、なんだかんだすごいすごい変化ですね。よみがえるのバージョンアップがあったらまたぜひ CR25 で近況報告させていただければ。そうですね、寺田さんのテックキャンプさんとのプログラミングチャレンジはここで終了ということで。ついに終わった。半年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。雑談アプリは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるしゅ。 No, no, no telephone.